どうもこんにちは、松村邦洋です。今日はですね、4年前にできた歴史漫談源平盛衰記みたいな感じの話をさせていただこうかなと思いますね。ちょうど今毎週日曜日の8時から鎌倉殿の13人というね大河ドラマやってますんで、鎌倉の話も少しこう織り交ぜながらやっていこうかなと思っておりますね。まあ源頼朝は大泉洋さんがやっておりますけれど、大泉洋さんというとね、まあ紅白歌合戦カラフルカラフルでね、司会をやっておりましたですね、紅白歌合戦、これね歌を取ると紅白の合戦なんですよ。紅白の合戦って何だろうと思ったら、これ、源氏と平家が関わってるんですよね。まあ、要は赤い旗を持っている平家と白い旗を持っている源氏、この源平合戦から紅白歌合戦、歌を取ると紅白の合戦ってのはこれつながってるわけなんですよね。まあ本当に源氏と平家、まあ清和天皇の源氏、桓武天皇の平家ということですけどね、これ武士がだんだん、これ源とか平家って出てきますけれど、武士ってのは何かというと、もともとは貴族の護衛なんですよね。貴族の SP って言いますかね、まあ貴族よりもだん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 力がこうついていったんじゃないですかね。視聴率はともかくとして、松山ケンイチさんの平清盛を見てると、僕はそんな感じがしないでもないですね。まあ要は平清盛、そして源頼朝、そして菅田将暉さんがやってる源義経ですよね。もうかなりのサイコパス的な義経でしたけど、頼朝義経のお父さんの源義朝、この2人が、平治の乱で戦いまして、見事平清盛が勝ちまして、平家が勝ちまして、源氏がズタズタになっていくわけなんですよね。まあことわざにもありますね、平家にあらずんば人にあらずって。これも平時忠が言ったんですよ。これ平清盛の奥さんの弟さんが言ったんですけど、こういう余計なことを言うと後々やられちゃうんですよね。まあ近鉄の加藤哲郎さんの発言もそうですけども、出川哲郎さんだって僕の前でね、まっちゃんもうちょっと阪神が頑張らないとダメだよなんてこうね言うと、そこからちょっとヤクルトが連敗が結構重なったりこうしておりましたですよね。平家ってのは何かというと、まあ、伊勢平氏なんですけど、平家って家じゃないですか。要は家族を大事にする一族なんですね。清盛の森っていう字が多い人が多いですよ。の商売繁盛の城ですよね。盛りっていう字ですかね、そういう字が多い、高見盛りですよね。そういう字が多いんですよね。まあ平の清盛、家盛、これ盛、助盛、友盛、厚盛、あるまる盛盛なんですね。お前よくご飯食うな、平の大盛りでお願いしますとかね、測量の数字が非常に細かいな、お前は平の目盛りですみたいな。氷川きよしさんとよく紅白歌合戦出てる演歌歌手の方ですよね。どうも平の水盛りですなんてね、で、まあ、今で言うと落語家さんの一門と近いものがありますよね。林家で言うと、昔三平門下で言うと、ラブ平、新平、周平、平銀平、太平、金平、とんで平、運平、鉄平、小平、京平、のんぺ、のぜちんぺ、こさんぺ、かっぺよかっぺ、いなかっぺって、まあ、のぜちんぺさんはまた別ですけれど、まあ、ペー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 あの平ですよ。平浩二さんは違いますけどね。まあ、話は戻りますが、父が清盛に敗れた頼朝は捕らえられて清盛の前に連れてこられますね。まあ、頼朝ってのはまあ今で言うと出川哲朗さんみたいな感じだったんじゃないですかね。清盛様、リアルにお呼びでしょうか。すると平清盛はね、大御所ですから、その当時ビートたけしさんじゃないですかね、そういった感じの人間だと思いますね。でたけしさんが、頼朝そこに座れ、お前の親父が俺に負けたからな、お前はまだ子供だけど一応源氏の直流なんだよ、お前、お前のお母さんは熱田神宮の宮司の娘なんだから、お前格式があるんだよ。お前のお兄ちゃんとか吉平友永ってのは側室の子だろ、お前、お前はお前頼朝っていう、お前直系のあれなんだから、しょうがないけどな、13歳だけど申し訳ないけど、これは大人のルール的に死んでもらうよ、お前。ええ、
勘弁してくださいよ清盛様、やばいよやばいよ、何でもやりますから、本当すいませんすいません、それだけは勘弁してください。熊と戦いますし、世界の果てまで行って急でやります。あ、よかったら厳島神社まで原付で、あの充電のバイクのロケで平家の PR ガンガンやりますから、平の頼朝ちゃんですよ、頼朝ちゃんです、頼朝ちゃんですよ、本当清盛様何でもやりますから許してください。そんなこと言ったってやるだろう、お前年取ったらお前謀反起こすんだろうバカ野郎、お前親の仇とか言って、いや絶対そんなことしませんよ、ね、ほんと許してください何でもやりますから。俺もともかくは、じゃあ、弟の義経も殺すんですか一緒に。そこなんだけどよ、義経の母ちゃんは時は御前でいい女なんだよ、時は高子よりいい女で俺の女にするから助けるよお前な、わかるだろうお前男なんだからしょうがないだろう。で、俺の側室になってくれるから、今若と弟若とか牛若は助けようかなと思ってんだよな。しかしあれだなお前、時は御殿も源氏のトップと平家のトップと両方とやっちゃうっていうのはすごいな、古く言うとあれだなお前、塩やシュンシュンだよお前、出すんじゃないよバカ野郎って、有村コンコンとか出しちゃうんじゃないバカ野郎って、しょうがないですけどね、でそこに現れたのが清盛のママ母の池の善美というね、これはまあ私がよくモノマネさせていただいてますけどね、放浪記の森光子さんみたいな感じなんじゃないですかね。頼朝っていうのあなた、清盛清盛ご飯まだ、母ちゃんどうしたんだよ、あらら、あなたこの子頼朝っていうの、ねえねえこの人私の亡くなった息子の家盛にそっくりね、え清盛この頼朝って子助けてあげて。ダメだよ母ちゃん、いくら母ちゃんの頼みでもね、頼朝助けるわけにはいかないんだよ、こういうのは戦で敗れたら息子も出ちゃった以上は死ななきゃいけないんだよ、これは武士のルールなんだからダメだよ。ねえ清盛あなたはもう十分よ、太政大臣になって後々は福原の都大和田の泊まりとか、あなた神戸を作ったり、もうあなたは立派な人間よ、総選だってお金があって物々交換の日本をここまでしてくれたのは清盛あなたよ、もうあなたは最高の権力者なんだから、頼朝を助けてあげてね、え一切何もしないで仏門に入ればそれでいいじゃないの、命奪うことないわ。しょうがねえな、母ちゃんにそこまで言われたら面倒見っちゃうかな、頼朝お前絶対裏切りじゃねえぞバカ野郎、母ちゃんが特別に許してやるって言うから、母ちゃんの顔に免じてお前を許してやるからバカ野郎。そのまま頼朝は伊豆の蛭ヶ小島に流されていきました。そこでまあ仏門一生懸命ご先祖の供養をちゃんとするんだったらいいですよということなんですけれどね、そこから20年経ちましてね、北条政子と出会うわけですよ。これがまたいい感じの恋愛をしましてですね、で恋に落ちます。そうするとこの伊豆とか坂東の豪族たちがね、この頼朝を担いで世に出ようかなという、もう平家の時代で平家に高い年貢を払って、まあ顔色を伺ってこのままもう下っ端で終わるのは嫌だなと思ってる坂東の豪族、伊豆の豪族たちがこの頼朝を担いで世に出ないかなと思って頑張ったのが源頼朝も、じゃあその気になりましてね、山木の金高を売っちゃったわけですよね。山木の金高ね、北条時政が野菜を送ったら俺はコオロギかなんてことを言っておりましたですよね。そういう山木の金高を売っちゃって、そして石橋山の戦いがありましたけど、まあ大場の影近にやられるわけですよ。これがねスクールウォーズでいうともう109対0ですよ、川浜高校が相模地校に敗れるような、そんな感じだったんじゃないでしょうかね。あひどい負け方だったでしょう。頼朝は梶原の景時に見て見ないふりしてもらってたからよかったんじゃないかな、中村獅童さんに助けてもらったんでしょうけど、まあすごい大敗で、源頼朝はスクールウォーズの山下真司さんみたいな感じで、おいよく考えてみろ、相手も同じ武士だろう、同じ背丈同じ年、頭の中だってそれと変わらしないだろう、それがどうして109対0と差がつくんだ、お前らゼロか、何をやるのもいい加減にして一生ゼロのまま終わるのか、
悔しくないのか。三浦の吉村、悔しいです。今までは負けんのが当たり前だと思って平家に年貢を納めてきたけど、源氏物語読んでごまかしてたけど、今は俺悔しいです。悔しいな、誰でもそう思う。それでお前らどうしたいんだ。勝ちたいです、勝ちたいです。俺たち伊豆の豪族坂東の武者で終わりたくねえ。俺たちの時代が作りたいんだ。よし、俺が必ず勝たせてやる。このドラマは伊豆の小さな豪族源頼朝が流された伊豆で、そこの源氏の嫡流を担いでわずか数年で平家を滅ぼし幕府を作るまでの信頼と愛を余すところなくドラマ化したものである。このドラマは鎌倉幕府を起こした源頼朝が石橋山の戦いで散々ひどい目にあって、伊豆の蛭ヶ小島に流された源頼朝がわずか数年で鎌倉幕府を開くまでの情熱と愛を余すところなくドラマ化したものである。ベスト4進出、決勝進出みたいな感じで、源氏は強くなっていくわけです。もう源氏の快進撃はすごいです。そこからもう菅田将暉さん、弟の義経が出てきて、屋島一の谷壇ノ浦らと平家を破りましたですね。もう本当義経の人気は今度は頼朝を上回るような人気が出ましたですね。だから頼朝と義経ってのがもう若鷹フィーバーみたいな感じでね、貴乃花のような感じじゃないですかね。で義経はね、だんだんあの頼朝も許可も得ずに朝廷の後白河法皇に、すり寄っていくわけですね。そうするとそこで軍事訓練をしている貴乃花のような義経がね、ああどうもこれはこれは後白河法皇、お忙しい中来ていただきまして、今日はゆっくりしてください。ダメですよ、死んじゃダメです。はい、長生きしてください。ああ、ありがとうありがとう。義経さん頑張ってね。はい、後白河法皇、これからも死んじゃダメです、頑張ってください。弁慶、死ぬ気でやれ。なんだお前、調子に乗ってんじゃないぞ。何が泣きどころだ、一生泣いてろこの野郎。弁慶、いやー後白河法皇、いつもありがとうございます。よかったらお茶でも飲んでください。弁慶、水分補給なんて10年早いぞ、いい加減にしろお前は。ああ、何やってんだお前、核源氏の息子だからって調子に乗ってんじゃないぞお前バカ野郎。稽古稽古だ、空いてる時間があったら稽古だ。いやー後白河法皇、私は自分の家来が大好きなんですよ。へえ、うそつけみたいな感じになってきましたけどね。そして義経のワンマンチームがね、義経のワンマンチームに据えかねた頼朝はですね、義経を滅ぼし鎌倉に幕府を開きますね。鎌倉幕府を開いた源頼朝は、まあ、ちょっとこれネタがね、4年前に作ったっていうこともあるんで、あの安倍晋三さんみたいな感じじゃないですか。まあ大泉洋さんに声が似てるっていうのもあるんでね、いいかなと思うんですけど、鎌倉幕府、征夷大将軍の源頼朝でございます。我々源氏はですね、平家に代わり朝廷に代わり唯一守れる、守り抜く幕府なので、あります。元気な地方を作る、そして全国に守護地頭を置きます。弟の義経がですね、小池百合子都知事のようにですね、まあ、我々鎌倉幕府から謀反を起こしました。奥州の藤原秀衡と一緒にですね、我々幕府を倒そうとしました。それを私がですね滅ぼし、希望を絶望に変えました。まもなく私はですね馬から落ちて、死にます。覚えてますか、希望の塔。まもなく私馬から落ちて亡くなりますんで、我が頼朝学園はですね、まあ籠池さんのいた、森友学園とは違いますね、籠池さんも純子さんも出ません。まあ、北条政子からですね100万円をいただきましたけども、これ別に、頼朝学園的には OK です。政子がいくら寄付してもこれ大丈夫です。これあの鎌倉時代の話ですから、これ失態ではなく失権です。で後鳥羽上皇がですね上級の乱を起こしても、いざ鎌倉と言ってですね、政子はですね守り抜くことでしょう。そして私の義理の弟義時の息子の泰時がですね、
鎌倉時代にぴったりな新たな憲法を作っていくと思います。これが御成敗、式目、これ1232年ですね、泰時、この国家太平の大尉、北条泰時がですね、幕府のしっかりとした御成敗式目という51の決まりを作っていきます。鎌倉による鎌倉のための政治を作っていこうじゃございませんか。それじゃあ皆さん、一杯いきましょう。いざ鎌倉。以上、松村邦洋でした。